皆様こんにちはアセンダントの山中です今回オートチャーティスト入門セミナー三部作最後の第三回目ということで実際に過去のレポートの中からテーマを取り上げたいというふうに思っておりますそしてまた後半部分ではオートチャーティスト実際にどのようなことができるのかというようなことを簡単にご覧いただきたいと思いますそれではご覧ください はい、第3回目になりますけれども、こちらはですね、レポートから過去の実例をちょっと実際にまあ見ていただこうかなというふうに思います。 まずあの毎週ピックアップの時のこの私の思考回路について簡単に書いてみたんですけれどもやはり毎週ピックアップするのに3つの通貨ペアをピックアップしてるんですけれどもまあ実際にピックアップされる数3つのわけがないんですねまあもっと多い数がピッックアップされてます多い時には本当にあの画面の上から下までずらずらずらっとですねピックアップするのがまあ並んでくるんですけどまあそういう時には まず確率を70%に上げてみるとかいろいろなやり方はあるしあとはその信頼度も比較的高いものを選ぶということで、まあ、ピックアップの個数が多いときにはまず確率が高いものそして信頼度が高いものこういったものを選ぶんですがここに書いてある通りですあまり信頼度が高いとですね早期に達成済みになっていてもう見たときにはテイクプロフィットまであとわずかと今にもつきそうと。 えーいうようよなケースもありますあとはこれは結構重要なんですけどもテーマを決めた選択例えばそのファンダメンタルですとかニュースの方向性に沿ったシグナルが出ているものということでただこれは気をつけなきゃいけないのは若干主観が入ります。例えば ECB がですね緩和の縮小についてて言及して じゃあ、ユーロ上がるかもしれないなということでユーロ買いのシグナルが出ているものを選択したときに実際にはマーケットがそっちに動かなかったというようなことになると下手するとこれ総崩れになるかもしれないですからこの部分についてはちょっとある程度主観も入れてくるということにはなるんですけども私自身はそういった主観を入れてもなるべく皆さんに比較的 いいものを選ぼうというふうに考えて、まあ、ちょっといろいろとやっていますので、まあ、トータルでは結構いい線でいってるんじゃないのかなというふうには思ってますそして相関性ですねこれは相関性が高い通貨ペアで同じような方向のシグナルが出ているケースとあと例えばリスクオンっていうようなテーマを考えた場合に 株価指数で買いが出ていて例えばユーロ円でも買いが出てるなんていうとこれ結構いけるんじゃないのっていうふうに思いますよねですからいろんな意味での相関性こういったものを判断していくとい,い いいいかなと思いますですから、まあ、第1に確率が高く信頼度が高いこれはもう誰でもできる部分だと思いますあとはちょっと主観が入ってくる部分でテーマを決めた選択そしてまあ相関性こういったものもですね合わせて含めていただくと、えー、結構面白いピックアップができるかなということで,で実際にですね過去にどのようなピックアップをしたのかということをですね3つほどちょっと例を見ていただきたいなというふうに思います。 まず4月12日のレポートなんですけれどもこちら4月12日のレポートではオーストリア中銀総裁が早期の ECB 緩和縮小についての言及を行ったということで、まあえー、のぼとにオーストリア中銀総裁というのは ECB のメンバーの中でもタカ派のメンバーとして。 知られていますのであのこれ結構重要なことで例えばドラギ e c b 総裁っていうのは e c b メンバーの中では最もハト派なんですねですから記者会見で出てくるっていうのはハト派な意見が出てきて当たり前なんですですからそういった部分も考えながらじゃあこれオーストリア中銀総裁タカ派だけどもでも早期の ECB の緩和縮小について言及したということになるとひょっとすると他の人も同じようなことを言う可能性があるのではないかというふうに思ったわけです。 であるならば、ECB の緩和縮小をテーマとしたニュースに、市場参加者の目が向かいやすいから、改めてユーロドルが上値追いをしやすい可能性が高い、つまり、ユーロ買いがいいのじゃないかと。 いうふうにこの4月12日にレポートを書いたときには考えたわけです。そしてピックアップした中からですね、そのフィルターの中からユーロ絡みの3つを選び、すべてユーロ買いを選びました。この時はユーロ円の買い、ユーロスウェーデンの買い、そしてポンドユーロの売り、つまりこれユーロの買いということになります。ですから4月12日のレポートでは ECB のスタンス そして、市場参加者がそれをどういうふうに考えるかということでですね、こういったものを選んだということになります。結果がどうだったかというのはですね、この翌週のレポートに書いてます。ですから、そういったものを後日、皆さん自身でご覧いただければなというふうに思います。次にですね、その翌週の4月19日のレポートということになりますけど、この時は、 ポンドののの上昇がブレグジットの前の水準に達した。えー、これはブレグジットの前の水準というのは、えー、2016年の国民投票の前の水準にまあポンドが戻ったということで、えー、今年はポンドがブレグジット前の水準に戻ったりとかユーロスイスが、えー、スイス中銀が介入をやめる前の水準に戻ったりとか結構歴史的な水準に戻ったんですけどもこういう時に何が起こるのかっていうとですねもうある意味イベントが起こる 前の水準に100%戻し、こんなのも本当に短期的に調整が入りやすいとしか考えられないんですね。もう要はみんながそこを目指して、ポンドを買ってた、そして長期的にも当然、みんなが考えてたわけなんで、ポンド買いのポジションが積み上がってるよねと。だったらば 短期目標つまりこれ、レポートっていうのは1週間目線でもって書いてますんで、短期的には一旦ポンド売りがいいんじゃないんでしょうかということで、この時はポンド売りの通貨ペアを選択しました。ユーロポンドの買い、つまりポンドの売りですね、ポンドスイスの売り、ポンド売り。 ポンドノルウェーの売り、ポンド売りということで、まあ、実際にですね、あのその後チャートを見ていただくと分かるように、まあ、やはり一旦は調整が入っていると、まあ、一番大きく調整が入ったのは、ユーロスイスの1.20達成後の下げという感じだと思いますけれども、やはり大きな歴史的な水準に戻ったということは、達成感が出てくるというような、まあ、そんな見方をこの時にはしました。 えー、そして次は6月14日のレポートということで、まあ、ちょっと間が空いてるんですけどもこの時はユーロ売りがしばらく続いていてそろそろ調整が入りやすいなっていう感じですね、まあ、ユーロずいぶん下げましたよね4月の下旬からまあ6月の上旬ぐらいにかけて、えーまあ、一部ではその下げている形がですね、まあ、ラクダがなんか首を下げているような形ということで、まあ、私、今回初めてあの聞きましたけれども、えー、一部ではその その前の動きがちょうど高根県でもってラクダのコブみたいな格好でそれから下げてる格好がラクダの首みたいなあの形でですね あの何箇所かで見たんで、これ、間違いないんですけど、これはなんか、ラクダのゲロ吐きパターンというらしいんですけども、そんなのあるのかよと、また個人的には初めて聞きましたけども、結構何箇所かで見たんで、へえーと思いましたけども、明らかに木をてらったチャートパターンの命名としか思えないんですが、そんなようなことで、ユーロがずいぶん下がってたと、じゃあそろそろユーロ買いが出るんじゃないんでしょうかねという思惑でもって、この週はユーロ買いということで、ユーロドルの買い。 ユーロスウェーデンの買いユーロノルウェーの買いということでユーロ買いでもって、えー、方向性をまあ揃えてみたと、まあ、こんなような形でですね、まあ、毎週何らかの理由があって通貨ペアを選んでることが多いですでどうしても選択肢がない場合はもう残り物には服があるパターンということでですね3つしかない場合にはそのまま3つを選ぶというようなことをやったりもするんですけれども、まあ、あ,のある程度選択肢があるときには、まあ、今ご覧いただいたような ユーロの動きだとか、ポンドの動きだとか、あるいは何らかの相関といったようなことを考えて、ですね、まあ、レポートに書いてますので、こちらも本当にぜひ、あの毎週書いてるんで、読んでいただけると嬉しいなというふうに思います。あととここからはちょっと若干でですねあのパターンが破綻した場合でも オートチャーティストの使い道はあるんだぞっていうようなことをちょっと見ていただきたいなと思うんですけどもこれ実はパターン破綻後に最良でもって線を引き直したケースです、えー、これ当初ですねこの水色の線がオートチャーティストで引かれていた線ですつまり水色の線というのはこれはトライアングルですねトライアングルの下抜けそして下抜けたことによって 矢印の方向、そしてグレーのゾーンの上限ぐらいのところまで行く可能性があるんじゃないんですかっていうふうに書かれてたんですけど、実際には下抜けた直後に、その水準に達せず、また元の水準近くにまで戻してしまったと、元の水準よりも上ですよね、ところがストップにも引っかからないという、結構中途半端な状況だったんですけど、この時に私だったら何を考えるのかっていうことで、これはウェッジ型に引き直してみたらどうだろうかと。 で、えー、まずですねこのピンクの点線とか赤の点線というのは私が後から引いた線なんですけれどもまず上側のピンクの点線というのは1回ですねパターンが破綻した後に高値をつけてるんでその高値に向けて赤い丸で囲った部分に向けてピンクの点線でもって上側にレジスタンスラインを引きました。そして今度は水色の線よりもさららに前から 今度はサポートラインを引いたと仮定するならば、えー、このチャートの中では、まあ、左から本当にすぐのところにある安値ですねここと、えー、トライアングルを形成そのオートチャーティストが判断したトライアングルを形成した安値を結んだ線をここでは赤い点線で示してありますそうするとこの赤い点線で示したところにちょうど、えー、この赤く丸で囲ったところで戻してきているつまり逆にですね かつてのサポートは現在のレジスタンスという、えー、いわゆるチャートパターンが生きているパターンで一旦下抜けてますけれどもその下抜けたところまでしか戻していないであるならばもう一本線を引こうということで今度はピンクの水平線を引きました、えー、このピンクの水平線を引いてこの時にですね、まあ、この辺はもう最良の余地が入ってくるんですけれども下ひげの長い線に関してはまあ無視ですね これはまあポンポンといったということで無視していわゆる、えー、実体部分で線を引きましたでここを下抜けてきた場合には改めて2回目の今度はウェッジの下抜けでの売りパターンになる可能性があるのではないかというようなです、ねまあ、オートチャーティストが実際に示したチャートパターン以後に,、ね、にこのように崩れた場合でも裁量的な 見方をすするるのでああれば十分に使いい道があると思いますし特にですねこのオートチャーティストをチャートの勉強パターンの勉強にしようっていうような方にとってはこういった使い方っていうのも非常に意義のあるものではないかなというふうに思います。 もう一つご覧ください。こちらも似たようなパターンなんですけれどもトライアングルの下抜けを見事に失敗してなんですがこれも先ほどと同じパターンですね上側の方は高値のレジスタンスを引き直しました下側の方は水平線を引いてさらに昔のサポートラインから考えるとその抜けたサポートのところがレジスタンスになっているという全く同じパターンなので逆にこのチャートとその前のチャートが 両方とも下に抜けるような動きが出てきたときには逆に引き直した線の信頼度を高いものというような、まあ、そういう判断をすることもできます。これ、あのオートチャーティストの場合ですね、次から次へとババババっといろんなチャートを見ていくことができるので逆にチャートのパターンが崩れた後でも、まあ、こういった、えー、自分なりの学習 っていうこととをです,、ね、するることができるという、まあ、そういった意味では非常にお面しいといただきたいなというふうに思います。そしてですね、オートチャーティストテイク・プロフィットとストップ・ロスということで利食いと損切りの水準があるんですけれどもこれもです、ね、本当にそのまま使うべきなのかあるいは自分なりに考えるべきなのかというのはなかなか悩ましいなというふうに私は 思いますこれ、なぜならばですね、オートチャーティストのリグイと損切りって常に等間隔というわけではなくかなり偏っている場合があるんですね。で、えー、こちらは第2回目のユーロポーランドの例なんですけれども。えー 第2回目のセミナーまで皆さん覚えていらっしゃると思いますが、えー、ユーロポーランドの上昇チャンネルの下抜けっていうのがあったと思います。かなり綺麗なチャートですよということで、まあ、説明したんですけど、その時のシグナル点灯時のレートというのが4.31745なんですね。で、テイクプロフィットが4.2782、これいいです。えー、ところが、ストップロスを見ると4.4141ってなって、え、ちょっと待ってくれよと。 ということでですねで、まあ、おそらくあの何を基準にしているのかというのはやはりチャートパターンを基準に考えていてリグイのテイクプロフィットに関しては7月2日の高値を若干上回った水準ということで4.278人。 これ結果としてですねここまでいけば392.5ピップスの利益になりますけども下は4月17日、4月17日安値と7月2日高値の半値押しぐらいのところなんですそうするとこれ4.4141ていうのはもしこの損切りが入ってしまいますと966.5ピップスの損失ということで利食グイと損失の値の幅のバランスが倍以上違うんですね。でこれ 通常では考え難い利益損失比率です。で確率は確かに71%というふうに高いんですが信頼度が中程度なのでここまでの利食いとストップロスが乖離しているケースというのはちょっと考え難いです。ですから 確率が71%だとするならばせめてもうちょっとストップロス近づけてほしいなというのが、まあ、個人的にはですね、思うところでもし私がこれを取引に使うんだとするならばテイクプロフィットとストップロスを双方同じポイントにしてリグイも392.5ピップス損切りも392.5ピップスというようなですね、やり方を私だったらばするかなというふうに思います。 であとまあもう一つですね、一般的なアプローチとして考えられるのは、これまあ見ていただければと思うんですけども、これがあのそのユーロ、えー、ポーランドのリグイと損切りのポイントなんですけれども、まあ、これ見ていただきますと、えー、先ほど言ったリグイのポイントというのがちょうどまあ緑の丸の部分ですから、まあ、ストップロスの水準というのは、この赤の矢印で示した同じ値幅。 のところに当初は置くそしてですねこのテイクプロフィットと同じ幅でストップロスをここでは4.4141ではなく4.3567というふうにした上でもし思惑通りにユーロポーランドが下がる動きをしてきた時には トレーリングストップということでさらにストップをですね、実際のマーケット水準に近づけていく、まあ、こういったですね、自分なりの使い方をするというのも非常にいいんじゃないのかなというふうに思います。前のスライドでは、 トレーリングストップということについて話をさせていただきましたけども実はシストレとかではですねトレーリングストップというのは過去まあ最も有効なストップロスの考え方であるというのがもう一般的な常識として言われていますそしてそのシストレの世界で注目する主な項目というのはですね、まあ、ここに書いてある通りなんですけど、まあ、総損益これは当たり前ですね総利益マイナス総損失で、まあ、プラスじゃなかったら意味がないよねと。 あと、プロフィットファクターというのは、総利益割ることの総損失で、これが1を超えなかったらダメだよね。あとはリスクリターンということで、総損益割ることの最大ドローダウンで、これも1を超えてないとどこでこけるかわからないよねと。そしてもう1個、今日はちょっとこれについてですね、お話をしたいなというふうに思ったんですけども、破産確率というのがあります。この破産確率というのは、そもそもはですね、カジノでの考え方なんですけれども、要は自分の 賭け金を、まあ、例えば、えー、50ドルの賭けを行ったときに、それに対して勝ったら100ドル入ってくる、えー、負けたら取られるみたいな、まあ、そういった部分ですね。でそうしたときに、それがどのぐらいの割合でもって勝てるのか、五分五分なのか、勝つ率が低いのかというようなことを考えるわけです。でそうすると、平均的な、当然そのカジノなんかですと、繰り返し繰り返しやっていきますんで、平均で得られる利益と、 平均で失う損失、まあ、これを平均利益損失費ということで、ペイオフレシオというふうにも言いますけれども、それと勝率が計算して、破産確率が5%未満でなければ、なかなか厳しいというのが、ですね、実は一般的に言われていることなんです。でこちらは、証拠金を5%、別途したっていうと、あのー 言い方悪いかもしれませんけど例えば100万円の証拠金が残高としてあるときに1回の取引でもって5万円の損失が最大の損失額だというふうに仮定した場合の表です。で、えー、似たような表でですね破産確率の表っていうのがあるんですけども世の中に出回ってる破産確率の表では 2パターンあって、これ正しい表です。で、間違った表というのはですね、何が間違っているのかというと、明らかに、えー、相手が大きい、それこそカジノだとか、FX 市場だってそうですよね、相手が大きい。えー、そして1回あたりの 最大損失額の想定がななされてていない表は間違ってますでえ、ここでは、ここにありますように、まあ、5%ということで、まあ、100万円だったら5万円なんですけど、そうするとですね、勝率が50%というところをずーっとこに下の方に行ってみてください。勝率が50%で、平均利益損失比が1対1、1のところを見てください。えそうすると50、50%と1が クロスしたところに書いてある破産確率はと見ると100%です。本来だったらば50%のような気がするかもしれません。で、50%という表があるとするならば、それは間違った表だというふうに思ってます、実際存在してます、そういう表は。で、その表が使えるのは、 差しでもって1対1で同じ金額を持った人がじゃんけんポンでやったときにですね、勝ったら1万円、負けたら1万円だったら確かにそうです、えー。まあ、ほぼほぼそういうことになると思いますけれども、これは相手が巨大な市場であるということですね、えー、そういうことを考えた場合に、あとは1回あたりにどのぐらいの、えー、証拠金を使うのかということを考えた場合にはですね、これだから当然、1回あたりの証拠金の損失額が3%とか減るとですね、 破産確率さらに下がりますし逆に8%なんてやるとガクッと上がります。でこの辺りっていうのは非常にクリティカルで例えば勝率が50%のところと平均利益損失比が1.25のところを見てください。そうするとクロスしてるところって2%の破産確率ですよね。つまり勝率が同じ50%でも負けた時が1万円の損失に対して勝った時が1万2500円の利益であるならば 破産確率は2%までで下がるとということなんです。逆にですね勝ち負けがどちらも1万円だったらば勝率が 55%5% 上がるだけでやはり破産確率が2%本当にわずかの部分にエッジがあるというのがですねこの破産確率の表からまあわかると思うんですけれども例えば、えー、先ほどの勝った時と負けた時の比率っていうのが もうほ,ほぼほぼこれちょっとひどい状態だよねっていう感じで、まあ、0.3とか0.4ぐらいになっちゃいますからそうなってくると、まあ、勝率がですね80%ぐらいまで上がらないとちょっと耐え難いなというようなことで、まあ、こんなものもですね、えー、参考にしていただければなというふうふに思います。 そして、まあ、あのトレーリングストップの話が出てきましたけれども、まあ、トレーリングストップというのはサクソトレーダー GO でもです、ね、簡単に行うことができますユーロポーランドのこれ例ですけれども、まあ、左側のところにですねチケットの追加というのがあってチケットの追加で逆差し値決済逆差し値のところの その逆差し値の中にトレーリング追随型というのがありますので、まあ、これを使っていただくことでトレーリングストップをまあ皆さんも実現することは可能です。えただここではですね、取引システムの説明ではありませんので、最後にオートチャーティストの実際の画面を皆さんにちょっとだけご覧いただこうというふうに思います。 はいこちらがですね実際のオートチャーティストの画面なんですけれども見やすくするために右側のところまで含めて全部これ今、見えるようになっていますそしてこの左側のですねこれがフィルターということになりますねちなみにこのオートチャーティストというのはこちら右あの上のところ見ていただくと分かるんですけどニュースリサーチという項目の中の取引シグナルというのがオートチャーティストです。 さあそれでは実際に FX と株価指数 CFD で確率が60%以上だったらばどんな感じかなということでチャートパターンとキーレベルパターンのここでは4つにチェックを入れてみましたそして時間足はですね60分と4時間と冷やしとそうするとこれ結構出てきますね。 えこちら一番上のところに出てるのがまあジャーマニー30なんですけどこれちょっとじゃあ確率のところでもってソートしてみましょうえ確率のところをこのようにクリックしていただきますと今、確率が一番高い71%は相変わらずユーロポーランドですねちょっとユーロポーランド気になるけどもえここではまあ見ないでおいてちょっと他行きましょうか US30、ウォールストリートということでこちらはまあニューヨークダウのえ冷やしチャートで トライアングルのブレイクアウトというのが出てて、まあ、確率67%で結構ちょっと高いのでどんな感じなのかこちらの US30 をちょっと見てみたいと思います US30 をダブルクリックしますとこのような形でですね確かに、えー、かなり長期なんですけれども トライアングルが、まあ、これ別にあのここから引かなくってもここから引いても私はいいんじゃないかなというふうに思いますけれどもトライアングルをまさに上抜けしててですね、株価さらに上昇しこれを見るとなんとなんと2万5800ドル台ぐらいまで上がる可能性がありますよというようなのが。 ニューヨーヨクダウの推奨として出ている,いるということになります、まあ、おそらくですね、まあ、今現在、まあ、リスクオフというような要因が、えー、かなり減ってきているとえちなみに今これ収録しているのは7月18日時点ですで、えー、ここに至るまでにドル円なんか見てても分かるんですけれども1月以来の高値圏の113円台というのを今朝、えー、東京の朝方にまあ見ています。 でえー、今まででしたら米国の不均衡是正というようなことで、まあ、リスクオフだとか円高というふうにまあ考えてた方多いと思うんですけれども、えー、2015年の125円台からのレジスタンスラインというのを実は先週の、えー、半ばに上抜けしています。えー、5月の高値 えー、抜けました、えー、そしてその2015年の125円台からのレジスタンスも抜けましたということでこれは中長期的にですねドル円がドル高円安方向に大きな転換をした可能性というのが出てきていると思うんですけれどもその大きな理由の一つというのはやはりトランプ大統領がゲームのルールを変えちゃったっていうことだと思うんですね。で まあ一般的にそのリスクオフというようなことでドル円なんかでもってリスクオフの円買いというふうに言われるのはこれあくまでも自由競争が行われている世界の話ですつまり自由競争が行われているんだったらば為替の調整でもって不均衡を是正をするというのがこれがオバマ大統領のまでのえ話だったんですけどトランプ大統領はもう勝手にですね、追加関税やら何やらもう次から次へと自分のルールで えーまあ、不均衡を是正しようとしてるんでこうなるともう為替関係ないんじゃないのっていうような雰囲気になってきてますよね。そうなってくるとアメリカ年に、えー、残り後半2回利上げを行うということになると意外とストレートに、えー、利上げなんかの方向が出てきてしまっている、えー、そして本来だったらば利上げというのは米株にとっては良くないかもしれないんですけれども、えー、税制改革といったそういったいい部分が反応しているということでこれひょっとするとですね 長期的に見た場合に、強いドルは米国の国益である、えー、そして株価は強い、えー、景気も強いということで、これ、ひょっとしてひょっとすると、トランプ大統領はですね、歴史に名を残す名大統領になっちゃう可能性が出てきちゃったよねというのが、これ、2018年の、えー、暑い夏の、えー、状況と。 いいいうこととにななるのではないかと思いますちょっと話がそれましたけれども株価これ本当に上がるのかどうかということでチャートオートチャーティストではですね上がりやすい形になっているというようなのを見ていただきました。ということでもう本当簡単にですねこういったフィルターで選ぶそして実際に出てきたものをクリックしてあるいはこの上のところをですねものによってこの チャートパターン名で相当しようかなとかってそんなこともできますしまあ信頼度で相当しようかなとか確率で相当しようかなとかいろいろできるのでぜひ皆さん実際に操作してみてーオートチャーティストのですねいいところを使っていただければなと思いますそして最後にまあ半分宣伝なんですけれどもこのまあオートチャーティストのレポートー2回目の話とか3回目の話でも出てきましたけれども 毎週、ですね、原則として木曜日にサクソアカデミーの FX の項目で更新を行っています。過去見るとまあまあの感じで来ていると思います。オートチャーティストを実際に使い始めたけれどもピンとこないなという人もいるでしょうしあとはまあもうちょっと使い込んでみたいとか。 えー、あとはまあちょっとあのオートチャーティストではない話なんかも混ぜて書いてたりもしてますので、えー、私の話を読んでみたいとかっていうことを、えー、そんな方もいるかもしれませんので是非、えー、サクソアカデミーの、えー、オートチャーティストの、えー、レポートもですね、えー、合わせてご覧いただければなというふうに思います。 今回で3部作一応終了ということになりますけれども内容的には比較的初心者の方を対象にした内容とさせていただきました今回の第3回の部分ではシストレの中で使われるような言葉も一部出てきたかもしれませんが、まあ、それほど難しいことではありませんおそらくですねこちらのセミナーも繰り返し見たりあるいは他の似たようなテーマの本等を読んでいただくことでより理解が深まるのではないかと思います それではまたお会いしましょう。